今日も出勤お疲れ様です。僕もね、今日仕事を取るか自分の性欲を満たすために風俗行くかすごい迷ったんですよ。だけど仕事を取りました。マジでパンパンです。今もう今マジで誰でもいいぐらいエッチがしたいし、あ、メガホン100回です小沢さんね、マジで誰でもいいぐらいエッチしたいですね、ぶっちゃけ。でちょっとなんか今日事件という事件に絡まれたっぽいですね。俺な多分怖いわ。いきなり LINE のやり取りしてたリスナーさんがメッセージ送信取り消しました。取り消しってなって、多分この人は僕に相談乗ってほしかったんでしょうけど、なんか裏がありそうな感じがします。で和道さんの紹介で来たんですよ。だからそこがすごいネックなんですよ。で最初ね、お金がなくて困ってますからの、個人的に相談乗ってくれるんであれば謝礼を渡します。で中をほじってったら覚醒剤の話になったんですよ。でこれ多分和道の刺客だと思う。サニートラップっていうか、なんかやってんなと思って、こいつ年末だから。で多分今電話するんですけど、配信中に相談乗れるんですけどどうですかって言ったら、それは大丈夫ですって言ったんで、ちょっと電話してみますね。この人わけわかんないです。ちょっと和道さんの紹介っていうのはすごいネックなんですよ。もう多分出ないですね。これ何がしたかったんだろう。出ないでしょ。で和道にちょっと電話します。さっき電話したんですけど出ないんですよ。昨日の2時に僕に電話あったんですけど、和道は何やってんのこれ。今日配信してない、寝てるの。猫やってた。電話出ないよ。猫間ちゃんに電話していいのかな、俺。いいのかな。猫間に電話していいのかな。電話してみるか。和道さん電話ね。猫間ちゃん電話してみる。あ、当たりだ。もしもし、はい、しばらくぶりですけど、どうもです。和道さんっています。はい、あ、今寝てます。あ、寝てるか。はい、昨日ね、和道さんから着信があって、はい、なんか和道さんのところになんか相談しに来た女性リスナーさんを、なんか俺にね、はい、相談を解決してくれる人がいるっつってなすりつけられたんだけど、はい、その人知ってる。あ、知ってます。さっきなんか話してましたね。どこで。いつぐらいだっけな、今日の、10時半ぐらいかな。あ、やってたんだ。はい、和道さんの枠に上がったの、LINE で。いや、枠にじゃなくて、多分枠にてるのも、いや、知ってるのかどうか知らないですけど、なんか LINE の方に電話かけてきて、で、なんか相談があるみたいなことを言ってたんですけど、で、和道さんが、はい、なんつったの、それで相談乗ってあげたの。なんか相談いろいろなんかこう聞いてたんですけど、なんか猫町もそれに聞いてたの。あ、私は普通になんか横で聞いてました。どんな内容だったの。なんか、夫が、夫がじゃないな、付き合ってる彼氏が、役中で、でなんかこう本当は別れるっていうと、なんか自分の息子を、引き殺してやるみたいなことを言われてて、別れられないっていうふうに言ってて、どうしたらいいでしょうかみたいな。引き殺すってのは車でってこと。自転車。いや、自転車で引き殺せるわけないじゃないですか。いや、引き殺せるよ。
あの、うん、ロードバイクっつって、あのめちゃくちゃスピードが出る自転車があるんだけど、それで、あのマジでおばあちゃんとかぶつかって死んでるからね。あ、そうなんですね。うん、知らなかった。あの普通に多分車だと思うんですけど、うん、車で引き殺してやるっつってんの。はい。あのその相談者の女性の方の子供。あ、そうです、そうです。シングルマザー、それじゃ。シングルマザーっぽいですね。シングルマザーで彼氏がいて薬中で、はい。お前の子供引き殺してやるって言ってんの。で、はい、別れらんないと。はい。で、それどうしたらいいでしょうかっていう相談で、うん、まあ、なんか、こう、多分ワウちゃんもあんまりこう浮かばなかったんですよね。なんで俺に来たのかな、これ。あ、せいじさんがよく、うん、まあ、事件取り扱ってるんだ。前にやってたじゃないですか。どういうやつ？なんか、相談者の悩みを、ね。ああ、毎日やってるよ。ああ、じゃあ、多分それでです。あ、それで？はい。これ、ワトさんが、なんつうの、裏で、あ、こういうリスナーさんを、はい、台本かなんかで俺にやってんじゃねえかなっていう。違います。違うの。そんなこと言ったら、そもそもこの人だって、この前もシスって知ってる。ああ、知ってます、知ってます。あれもなんか台本じゃん、なんか結局台本っていうか、うん、まああれに関してはなんかこう、なんて言えばいいんですかね、なんかそのシスさんがもうめちゃくちゃ暴走しまくってみたいな。あ、そうなんだ。和藤さんはこういう風にやってくれじゃなくて。あ、違います、違います。あ、そうなんだ。そうです。びっくりしたよ。うん。まあ、その女性の方も、なんか元は、うん、なんかその、なんか配信とかあんま知らないって言ってんだよね、その人。え？配信とかよくわかんないんですけど。あ、そうなんですよ。うん。なんか、なんで来たの、これ、ワドさんの声。それが、うん、なんか、アンズさんの、うん、の、なんか、こう、友達というかわかんないですけど。アンズさんのリア友なの？なんですかね。リア友かどうかわかんないですけど、うん、そこからワドさんの名前を知って、うん、それでなんかそのまだちょっと仲が、アンズさんとワドちゃんが仲良かった時に、なんかアンズさんがなんかワドちゃんに相談したみたいなことを多分言ったっぽいんですよね。それで今になってこう来たみたいな。確かこんな感じですね。あ、そうなん、板場絡んでんだ。はい。配信知らないんだよね。だからちょっと軽く説明したんだけど、はい、どの配信で私の声が流れるんですかみたいな。僕の配信であなたの声が漏れるのと、あの相談内容が垂れ流しになりますって言ったの。はい。うん、そしたら構わないですって言ったら、そのやり取りをツイッターに載せたのね。はい。そしたらいきなりメッセージ全部取り消されたの、やり取りを。謎なんだけど。で、電話出なくなったんだよね。え、なんだったんですか、これ。もしかしてもう今彼氏が、はい、その俺に相談したのを知って、はい、暴走して、はい、まあ、そんなやつに相談なんかやめろっつって、あ、バレて全部消させられたのか、最初からその嘘でそのネタでね、はい、まあ、覚醒剤だけに、はい、持ち込んだのか、俺に引っ掛けてきたのか。いや、どうなんですか。え、でもなんか話を聞いてる感じだと、え、その人もお薬さんなの。いや、お薬さんっぽい感じの話し方ではなかった。大丈夫なの？ちょっとだけ俺配信外喋ったんだけど。はい。なんか、まあ、50代ぐらいのおばちゃんなんだよね。40代か。あ、それぐらいかなっていう。うん、で、ネットにはちょっと疎いみたいな。あ、行きましたね、ネットが。わかんないって言ってたね。はい。でもネットに疎い方が LINE のメッセージ。LINE でね、しかも名前がわかんないね、パンダのマークでね。あ、そうです、そうです。普通ネットに分かんない人だったら自分の本名とかつけちゃうじゃない。つけますね。うん、パンダにしてんのよ。で、取り消しもできるわけよ、はい、LINE のね、メッセージ。俺でさえ最近知ったんだよ、これ。メッセージの取り消し長押しして、で、ただの削除だと残っちゃうんですよ、相手に。あ、それも、あ、知ってんのよ。なんだっけ、転送取り消しだっけ、なんかこう。あ、ありますね。あるよね、これ。長押しすると なんて言うんだっけ、これ。削除じゃないんだっけ。はい、どうやって消すんだっけ、自分のメッセージ。自分のメッセージ、なんかやり方があるんだよね、これ。すげえ難しかった、最近知ったんだけど。あ、送信解除。あ、そんな感じですね、確か。ドンチキームーミンさんです。昨日コメントありました。あ、そうなんですね。僕コメントしてたんですね。ちょっとね、はい、いろんな枠行くんで分かんないんですけど、はい、ありがとうございます。送信、削除、これ最近知ったのよ、俺。で、これを知ってるっていう時点でちょっと怖いなと思って、はい、いきなりどんどん消されてて、もう残ってないのよ。
LINE のやり取りが。はいはい。どういう人なのかなって、和藤さんに連絡しようと思ったら寝てるんでしょ。いや、それが、なんか、なんで和藤さん今寝てんの。え、ずっと起きてたからです。嘘。その夜から。すごいなんか生活のリズムだね。いや、昔からそうですよ。あ、そうなの。はい。で、まあ、それが、え、それが、うん、もうこの人、なんか、うん、この今朝の連絡来るまで、うん、和藤ちゃんと、なんかこう連絡を取ってたっていう感じもなくて、うんうんうん、最初に和藤ちゃんになんかつむつむとかの、うん、あのなんか招待のやつある。はい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 。あれを送ってきたのが始まりなんですよ。あ、そうなんだ。はい。俺そんなの、そんなことを俺来たら即ブロしちゃうよ、リスナーさんが。余裕で。よくブロックしなかったね。あの多分あんま気にしない。その後のつむつむって送ってくれてたまにいいんだよ。なんでか知らないけど俺の LINE 知ってる人がいて、たまに追加とかピロンとか来るんだけど、はい、なんかリスナーさん同士で共有してんのか、政治の連絡先いるみたいな。一回なんかあの配信でやっちゃったのかな、 QR とかやっちゃって、はい、うん、たまにいるんだよ、つむつむ送ってくる人。まあなんかそういう感じですね、うん、つむつむ送ってっていう感じだったんで、うん、それからいきなりその話になったんだ。あ、そうなんですよ。最初お金に困ってるっていう DM だったんだよ俺。で、誠司さん助けてくれませんか、ずっと悩んでました。え、そういう感じだ。あれ、これ違うのか、別件かな。せ、これね、多分俺この人だと思うんだけど、誠司さん旦那の借金が多く、借金が多く生活が大変でして、子供がいるので何とかしたくって、少しでも助けてもらえませんか、ずっと悩んでました。これ別件なのかな。え、それ別件じゃないか。別件か、これ。え、同じ人で別件ってことですか。いや、これあのツイッターの分かるアカウント、この人の。え、ツイッターのアカウント分かんないですね。分かんない。知らない。え、分かんないんだ、ツイッターのアカウントっていうか、うん、これ別件なのかな。旦那が借金が多くて生活が大変で、子供がいるのに何とかしたくて、少しでも助けてもらえませんか。これ同一人物だと話がもうなんていうの、変わってきちゃうね、これ。覚醒剤じゃない。